渡辺和美さんがいると本当すごい安心感が芽生えて、いつも何を言ってもなべさんは「こうちゃん大丈夫よ」って言ってくれるんですよ。ほんで大丈夫なきゃないんです。大丈夫じゃない時もいっぱいあるんですけど、それでも大丈夫よって言ってくれると安心感が生まれて、まあその後失敗してもすごい嬉しいんですよね。だから本当なべさんがそばにいるだけですごいいろいろな安心感が生まれて、いや僕いろんな人と一緒にいることあるんですけど、本当だからなべさんと一緒にアメリカから帰ってきてなべさんと出会えたことが本当幸せだと思ってます。ありがとうございます。Thank you.